では到着点とする国際線の出港前日強化を図っております。その目的は2つありまして、1つが県民の皆様の便利を拡大するということです。福岡や関西空港、あるいは羽田成田まで行かなくても外国に行ける、あるいは外国の空港を経由してさらに東京へ行けるという、県民の皆様にとって早く安全に外国に行けるということを解説したいのが1つです。もう一つは外国の観光客をたくさん熊本に呼びまして、できるだけ熊本に長くいていただいて、熊本を見ていただく、そして熊本の地域経済を活性化するという目的がございます。大きな経済効果がすでに現れつつありますので、今後ともしっかりと努めてまいりたいと思っております。現在は熊本空港と思いますが、大半はすでにもうだいぶ暑いそうです。で暑くて湿気が多くて、そして暑いために冷房を効かせているところもかなりあるということで、温度差の管理、調整が難しいということを聞きましたので、ぜひぜひ皆さん方、体調管理に十分気をつけて楽しい旅をしていただきたいと思います。楽しい旅の思い出と土産話をたくさん持ち帰っていただいて、ご近所の方、ご親戚の方々に広めていただいて、さらなる台湾に行く観光の人が増えるようにお力添えいただきたいと思っております。今日は本当にたくさんのご参加ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。